開催。それでは臨時の記者会見を行います。よろしくお願いします。開催、結びの中華屋で、臨時記者会見、ご案内しましたから、ご参加いただきましてありがとうございます。今日は辺野古制限区域内での調査指示に関することでですね、ご報告をしたいと思います。本日3月23日、沖縄防衛局に対し、辺野古の臨時制限区域内において知事の許可を得ずに岩礁破砕がなされた蓋然性が高いと資料されることから、県が必要とする調査を実施することとし、県の調査終了後改めて指示するまでの間、当該許可区域内を含め当該工事にかかる海底面の現状を変更する行為のすべてを停止するよう指示をしました。在日合衆国軍隊の運用上の理由で県の立ち入り申請を受け入れることができないということについては、臨時制限区域内に民間工事船や海上保安庁の船艇が多数出入りしており、また沖縄防衛局は自ら潜水調査を実施していることから、県の調査船の立ち入りが運用上の問題があるとは理由にならず、特に平成26年6月20日に普天間飛行場代替施設の建設にかかる立ち入り制限が課される前までは自由に航行できた水域について、県の降雨水口の調査さえできないということは不合理極まりない。県としては漁業調整規則違反の懸念が払拭できない状態であることから、今回の指示を発することとなりました。沖縄防衛局にはこの指示を真摯に捉え、円滑な調査が行われるよう指示から許可を受けた者として、また臨時制限区域の共同使用を行う者として責任ある対応を求めるということでございます。一応私の方からはコメントとして以上でありますけれども、ご質問とありましたらよろしくお願いいたします。はい、それでは質疑に入ります。まず県内幹事社からお願いいたします。県内の幹事社の沖縄タイムスの吉田と申します。よろしくお願いします。先ほど報道陣に配っていただいた資料にですね、この指示に従わない場合は許可を取り消すことがあるという文言があるんですが、今回の指示を、出された後にですね、局側が指示に従うかどうか見極める期間というのをどれぐらい想定していらっしゃいますでしょうか。あとでもう一問質問させていただきます。はい、これは皆様方のお手元にですね、防衛局宛てに出しました指示の文書があると思いますが、本書受領後は7日以内とこういうことになっております。もう一問お願いします。今回の指示の根拠がですね、岩礁が破砕されている蓋然性が高いということが理由の一つだと思われます。仮に、岩礁が破砕されているとすればですね、その岩礁の、現状回復を求めるお考えもありますでしょうか。制限、区域、外の方で、私も調査をさせていただきました。そしてその中で、中においてですね、調査をしようとしましたところ、米軍の方で許可が得られなかったということになります。で、今回、調査をして、そういった岩礁破砕が、見られる場合にはですね、これは、その状況の等々をしっかりと見極める必要がありますけれども、これは現状回復含めいろんなやり方があるかと思いますので、この辺は事務方の方でね、状況の確認とありがとうございます。
参加する県道に出していただきます。県道管理局ということでございますが、今回調査は制限線の外側だけ、やるということです。制限線の内側も調査したので、その状況において、判断するのかという考えです。県外幹事の日本経済新聞の藤田といいます。もともとですね、この岩礁破砕許可について沖縄防衛局と県の見解が違っているかと思うんですけれども、沖縄防衛局が今回指示を受けても、それにもかかわらず作業を進めた場合ですね、県として対抗手段でどういうのを考えていらっしゃいますか。これは想定されるいろんな、あり方があると思いますけれども、それを一つ一つ踏まえてですね、対応を考えていきたいと思っておりますが、私たちからしますと、今回の防衛陸のですね、コンクリートブロックの防火というのは、岩礁火災の状況が大変改善性が高いということで、規則含めですね、この法律的にもですね、厳しいものになろうかと思っております。これについて説明、申し上げると山下でございます。今回県の方から2度目の調査以来の数字を今日また取り持ってですね、国防衛局としてはですね、真摯に受け入れてくれるんじゃないかなというふうに感じているところであります。もう一点、すみません、今ですね、その先週会見されたときに、外務省にその立ち入りの許可、外務省通じて米軍にお願いするかと思うんですけど、現状、その回答というのは返ってきているんでしょうか。まだですね、実際にその調査するのは、その回答が返ってきてからになるんですか。いや、これは今、改めて防衛局の方ですね、今日出してもらいますですね。これちょっと読み上げて説明してみますか。はい、皆さんのお手の通りにも伺われていると思いますけれども、今日付で、沖縄防衛局という関係にキャンプシュワブリニー政権空気の立ち入り許可申請についてということで通知を、出しております。内容につきましては、二段の含めからですね、去る2月26日在日に対し当該調査のため立ち入りの申請となったが、運用上の理由で県の立ち入り申請を受けることができないという回答でありましたということで、しかしながら、人事制限区域内に民間工事船や海上保安庁の船艇が多数出入りしており、また沖縄防衛局は自ら潜水調査を実施していることから、県の調査船の立ち入りは運用上の問題があると理由のはず、ということで動機はないものであるということで、再度人事制限区域の共同使用を行うものとして責任ある対応を求めるということで、今日本日演説しているところでございます。じゃあそれでは質疑に入ります。参加者の方ですね。じゃあ朝日新聞、朝日新聞の山岸です。よろしくお願いします。岩礁破砕許可の取り消しに関して立ててお聞きしたいんですけれども、今回の新聞2つお願いします。1つ目として、今回の指示に従わなかった、つまり7回目に従わなかった場合は取り消すことがあるとしてますけれども、取り消しをされるんでしょうか。指令の第1381号、いわゆる沖縄県漁業規則第39条第3項の規定により、次の通り条件を無視して許可しますという中にですね、第6号、漁業調整、その他公益事業の事項により、別途指示をする場合は、その指示に従うという、それから9の方にですね、本申請外の行為をし、または付した条件に違反した場合は許可を取り消すことができるということで、この条件を付して許可をしておりますので、
そういうことがあると思います。2番目としまして、今回一連の問題の中で指示は2回目だと思うんですけれども、1回目の指示でもこの同じ取り消すことがあるという表現でした。で今回も同じ言葉を使っていらっしゃるんですけれども、これは同じ言葉であってもニュアンスがかなり強まっていると、状況が変わってきているという、そういう理解でよろしいですか。そうですね、前のものは、まあちょっと今急な質問なんで正確なことがあるんですけれども、いわゆるそういったことがある場合にはですね、可能性があるというふうにいたしました。そして、こういったこととをですね、やる場合において、この報告3日以内に、改定弁の現状に変更を加えないということをやりましたら、まあ、これはもうすでに終わったというですね、状況がございます。今回のそういったものの中でですね、その調査をして、そして今度外伝性が高いということになりますので、この取り消しについてはですね、前よりは大変重いものになるのではないかなというふうには思っています。はい、すいません、 NHK の黒川と申します。今の質問、同じようなもので恐縮なんですけども、この本書受領後7日以内に、まあ、全ての作業を行う、やめようと。でこれに従わない場合は許可を取り消すことがあるというのは、もう速やかにこれは7日以降指示に従わなかった場合は取り消すという理解でよろしいんでしょうか。取り消すことがあるという表現ですが、場合があるというふうに、すごくその時点で取り消しという判断がされるわけなので、その時点で判断されるということがあります。知事にちょっとお伺いしたいんですけど、知事としてはもう腹は決めているという感じでしょうか。まあ、腹は決めておりますね。はい、今この問題に関してですね、いろいろ角度から検討してまいりますけれども、そういう事態になった場合にはですね、それは粛々とですね、させていただきたいと思っておりますが、ただ今形態がねまだはっきりしないものですから、これをどの場合でもどうするかという話にはなりませんけれども、私とすればそれはですね、しっかりと対応していきたいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。でしょうか。すいません、毎日新聞の佐藤といいます。一点お願いします。仮にの話で恐縮なんですけども、談笑破砕許可を取り消した場合にですね、県の方としてはボーリング調査ができないというような説明をしているかと思うんですけども、それでも国の方がですね、ボーリング調査を続行するような場合にですね、法廷闘争、裁判などを起こすことも考えているんでしょうか。これは恐縮したようですね、やっぱり仮説、仮例の問題ですね、答えると、なかなかこういうことで言えたりするので、はい、そういうのをしっかりとまた念頭に入れながら対応していきたいと思います。すみません、共同通信の福田といいます。今ボーリングの、腹を決めているとおっしゃったんですけれど、その後に形態がはっきりしないのでというふうに、形態がはっきりしないのでとおっしゃったんですが、その形態がはっきりしないのではどういう意味ですか。今調査をして、そしてその状況ですね、外傷破壊の状況、これもいわゆるいろいろあると思います。そういったことが現に出てきてですね、そういったことを踏まえて判断をするわけですから、今やっぱり定型だから定型というようなものでまだ見えてこないわけですから、しかしながら私とすれば、私なりの判断でですね、これが見えるものだったらあれが決まっているということを申し上げたいです。はい、じゃあ新報さん、ちょっと待ってください。大丈夫です。琉球新報の荒垣と申します。
ちょっとまあ繰り返し部分もあるかもしれないんですけれども、県が岩礁破砕の許可の取り消しなどをですね、検討しているということに対してですね、政府の方はまあ、残念だというような反応があるなどしてですね、まあ、応じるような気配は全くないんですけれども、そういったところに対してですね、今後どのように受け止めてほしいと考えでしょうか。まあ、政府の方は一貫としてですね、沖縄県民にご理解を求めながら、粛々とということで、ございます。しかしながら今回の私どもの調査という意味でですね、まあ、日米地域協定の協議しようの中でですね、立ち入りができなかったということ等を踏まえて、ここから考えて、あるいはまた、今そういったこの工事船あるいは海上保安庁の船がですね、そこを行き来している中でもですね、県の調査というのを一番ですね、理解がない。あるいはまた防衛局も地震で調査をしているということを話をされておりましたので、それは大変理不尽だと思っております。ですから、こういったことを踏まえると、政府のおっしゃるような形でですね、県民の理解を得ながらというようなことについては、大変不十分ではないかというふうに思っておりますので、私どもはまあそれを踏まえてですね、どういうまた対応されるか分かりませんけれども、私たちもしっかりと対応していきたいというふうに思っております。ありがとうございますか。NHK の島田です。関連しますけれども、官房長官が今日の午前中の記者会見で、沖縄県側とは調整をした上で許可を受けていると、で作業についても今後も粛々と進めていくという考えをすでに示されていますけれども、こういった政府側の対応について知事はどのようにお考えですか。はい、まあ、取り扱い方針がですね、船舶の投病を例外と定めているのは、船舶の投病行為がですね、漁業活動を行うにあたって重要な行為であって、かつその行為形態はですね、類型的に軽微なものだからであるというふうに私たちは認識をしております。まあ、同じことになりますけれども、船舶の投病が、取扱い方針上例外とされるのは、それが漁業活動のですね、付随的な行為であり、かつ類型的に水産資源への影響が軽微であるからという理由に基づくところでありまして、本件コンクリート構造物の投下はですね、漁業活動に関する一般的類型的な行為でもなく、また、類型的に、岩礁破砕に当たらない軽微なものとして取り扱い方針が想定しているものとは到底考えることができませんというふうに思っております。したがって本件コンクリート構造物がフロートのアンカーであるから許可が不要であるというような論理は全く成り立たないわけでありまして、結局本件コンクリート構造物の効果がですね、岩礁の破砕と言う程度のものであれば、当然岩礁破砕許可をですね、要するものであると思っております。その意味で、まあ、官房長官が私どもと協議をしたですね、ことについての、認識の違いがそこにあるのではないかというふうに思っています。はい、時間が落ちてますので、2問程度というところでお願いします。じゃあ、沖縄タイムを務めます。重量が7日以内にということなんですが、今外務省を通じて米国に出しているその許可申請ですね、あれは14日前までに出すということになっていると思うんですが、その7日以内までに工事を止めた場合ですね、その場から調査をするように防衛局に調整してほしいというような思いも今回の要請には入っているということですか。その通りです。じゃあその14日前までというのを待たずに、もう工事を止めた時から調査を入りたいという県側としては思いがあるという。3月19日で、米軍の方に出した申請の内容がですね、2015年3月19日以降、なるべく平安時に受けて3日間という依頼をしています。ですから向こうから業界の、まあ、態度が来ましたようですね、速やかに我々としては調査を開始しますということです。
にございますか。はい、じゃあ、RBC さんお願いします。マイクです。RBC 加藤です。質問させていただきます。おとといですね、土曜日に瀬岳の集会で揚田副知事が知事が近く最大の決断をする時期に来ているというふうにおっしゃったんですけれども、今回のその指示がこの最大の決断になるのか、それともこの7日1週間後以降ですね、国の回答を待ってそれから下す決断が最大のものなのか、知事のお考えを聞かせてください。今日までいろいろ議論をしてきておりまして、そういったことであれば副知事がですね、向こうの方で話をされておりますので、本人から聞いたことがあります。はい、私が最大の決断をしたというのは、今日のことも含めて、これから行われることに対して、先ほどから申し上げておりますように、ご指示というのは2回目でございますので、指示も腹をくめていくということでありますから、そういう意味を含めて、私は提言したつもりであります。何ございますか。よろしいですか。最後の質問です。すみません、NHK の渡辺です。ちょっと1点だけ指示の方のこの沖縄県毛達第281号の方をお伺いしたいんですが、8月28日に出している許可の一番最後の9の項目のところで、本申請外の行為をし、または付した条件に違反した場合はという話があると思うんですが、この許可を出されている281号の中では、あくまでこの申請外の行為と認められ、許可を得ずに岩礁を破壊した行為がなされた蓋然性が高いということが書いてあるんですけれども、この、区域内での仮に調査ができなかった場合は、この指示に従わなかったということで、付した条件に違反したということで取り消すという形でよろしいでしょうか。先ほども説明しましたけれども、今回は6のですね、漁業調整その他公益上の事由等により別途指示をする場合はその指示に従うということでありますけれども、今おっしゃったのはそれに従わなかった場合ということでありますので、その場合には答えていくということになっております。要するにそれは岩礁破壊の行為が、認められなかったとしても条件に違反したということで判断を下すということです。はい、そういう考え方でございます。はい、それでは、記者会見を終わります。ありがとうございました。